はい、令和5年4月の3日、つばら町にあります三省堂吉田工事事務所、ね、凱旋者が帰ってきております。多分ミーティング中かな。結構ね、ピリついてたらね、入りづらいんですよね。あれだな、確かにミーティング中ですね。メッセージ送ろう、ミーティング中って。もう無理はしないようにしましょう。さっきね、岩茂さん、あの底抜けに明るい岩茂さんが結構どんよりしたムードでしたもんね。いらっしゃった。お疲れ様です。なんかいろんな選挙事務所行ったら、ピリついてるところピリついてるからなんかいつもみたいにのんきにこんにちはって入れないなと思って。ちょっと今ピリついてますか。なんでなんで、その雰囲気悪いんですか。いや、雰囲気悪いとかっていうか、疲れてる。吉田浩二さんも、ちょっと知名度が上がってまいりまして、はい、アンチが今、アンチがいる、攻撃が始まった。始まりました。もう言っちゃいましょうよ、どういう攻撃があるのか。どういう攻撃、あんまり言わない方がいいんですか。そのターゲットに、こいつをターゲットにしようみたいなことで名前が上がったってことです、なんかネット上で、要はいつも三省堂を攻撃する人たちの中で、NHK 党さんのとかの中で、重点的に攻める人がいるわけです。でもこいつは有力候補だから落とすために頑張ろうみたいな。でもこっち候補者いないし、でなおかつ今もうそれどころじゃないぐらいハチゴタゴタしてるの知りません。もうあの向こうのことは知らないから分かりませんが、いやめちゃくちゃやばい状態ですよ今。そうなんですか。です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 。だからまあ大丈夫でしょ、まあ、あと4日5日だし。まあそのね、いやそうやってアンチに注目されるってことは知名度が上がってきたってことなんで。ああなるほどね。我々としてはウェルカムトラブル。ウェルカムトラブルね。なるほど、よかったです。ありがたいです、ね、じゃあ雰囲気が悪いわけじゃない。まあまあまあ悪いというよりは、ちょっと気を引き締めないといかんなと。じゃあ今これ8時に帰ってきて、毎回こうやって毎日ミーティングするんですか。まあまあそうですね。ある程度今日の様子どうだったかっていうと、明日以降どうやって戦っていくかと。いつもと比べたら2割ぐらいこうテンション低いようには見えるんですけど。疲れてます。疲れる。疲れてます。それは朝8時から12時間ずっと回ってるわけですからね。回ってるから街頭演説ももう何回もやってるんで疲れてます。なるほど。もうじゃああと9日しかないじゃなくて、もうこれ以上やったら死んじゃうよっていう感じの。いや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 、でも本当にまあ楽しくやってますよね、やっぱりこれだけこんな形で正々堂々と我々が主張したいことを主張できるっていうのは本当にありがたいです。気持ちいいです。なるほど。楽しいです。なんか風向きと、まあ、初めての選挙戦ですけど、まあどうですか、なんか風向きだとかそんなのまだ分かんないですかね。そうだからその反響どうですかとか手応えどうですかって言われますけど、いかんせん初めてなんで。そうか。この反応がいいのか悪いのか分かんないんですね。なるほどね。でも昨日も四次郎で街頭演説やってたんですけど、そこに駆けつけてくれた女の子18歳だったんですね。初めて選挙に読みました。で初めてを吉田さんに投票してくれました。本当にありがたいです。なるほど。その子本当にいろいろ調べて、今回の候補者をいろいろ調べた結果吉田さんに入れましたって言ってくれたので、ありがとうございます。嬉しかったです。人生変わります、選挙に出ると。いやそうですね、なんかそんな感じですよね。変わると思いますよ。それこそほら辻出しってどうなのみたいな言ってたじゃないですか。そう、もうバカらしいって、ね。でもやっぱね、辻出しのあの経験がないと選挙戦戦えないわと思いましたね。なるほど。やっぱこうあれで行き交う人をどうやって見るかとか、手を振るかとか、どうやってコミュニケーションを取るかっていうのがやっぱ辻出しで結構鍛えられましたよね。なるほど。それが今生きてるなっていうのはすごく思います。やっぱりネットでこう自分の言いたいことを発信したり、ネットでお声を聞いたりすれば効率的じゃんみたいな。まあ、それも大事だと思いますよ。やっぱりね、届けられない人に届けていくにはネットは使うのはすごく大事だと思いますけど。でもやっぱり基本っていうのは
まあ、大事だなっていう。結局ネットしかやってないとリアルに会った時にこう会話ができないじゃないですか、うん、やり取りとかリアクションも取れないと思うんですよね、まあ、そこってやっぱ人として大事なところ。なるほどね、はい、人として未熟だから勉強になります、まあ、そこはすごく私もいい経験になったなと思ってます。わかりました。じゃあ今からどれぐらいして帰って寝てまた明日何時に集合なんですか？明日はですね、桜島へ行ってまいります。桜島、はい、朝早く。朝早く何時に？まあ、でも7時台に。7時台で、あっちからスピーカー鳴らし始めるのが8時だったらいいんですか？ちょっと朝8時過ぎぐらいで街頭演説をしたいと思ってますので、桜島で、はい、それに向けてちょっと準備していきたいと思います。じゃあもう早く帰らないといけないですね。ですね、眠いです、はいはい、頑張ってください。はい、はい、また動向を教えていただけたら。あ、ネット上で見れるんですかね、動向は。一応そうですね、うん、明日どこで街頭演説するかはネットで、はい、SNS で発信をしてます。なるほど、じゃあそれを見てちょっと行けるときは行きます。ぜひ、はい、頑張ってください。はい、はい、ちょっと中に入るのはもうおちゃらけて入ってあれだと嫌ですから。あ、こんにちは。はい、どうですか選挙戦？楽しいです。楽しい、はい、本当、はい、もう疲れてない？楽しいです。入れ替わった方が良くないですかなんかもう疲れてない。あ、そうか、もう明日やっとウイスデビューです。そうです。そんなに1軍2軍みたいな一軍出場っているんですか？ようやく一軍登場です。補欠です。なるほど、補欠です。補欠、もう準備の時から楽しいです。参政党歴は遠いんじゃないです。あ、遠いんじゃないんですか？後援会のメンバーです。山城さんじゃなくて？山城さん、まあ山城さん後援会の会長ですけど、当然後援会のメンバーって感じです。遠いんじゃないけど吉田浩二を応援してくれるメンバー。人、なるほど、遠いになればいいのにそれは違って、もうちょっとそれは あのあれですね、考えてから。考えてから、はい、でまあ吉田浩二個人とを応援したいなと思って。そうです。あ、そういう人もいるんですか？はい、いますよ。当たり前じゃないですか。ですよね。だって今鹿児島市の中に参政党員って何名ですか？1000行ってないでしょ。1000は行ってないですよ。行ってないで、ボーダー、当落ボーダーが8000だから、じゃあ7000人とかは他から取ってこないといけないわけですもんね。当然、当然、党員じゃない人の票をいっぱい稼いでいかないといけないので、はい、そういった人にどうやって支援の輪を広げていくかっていうのを考えてます。頑張ってください。はい、いや、もうぜひ選挙には行ってほしいです。はい、そうですね、はい、ちょっとね、じゃあ語らせましょう。いや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 、語らせましょう。違う、もともと選挙興味あったんですか？いや、興味はなかったです。なかった、興味はなくて、政治にもあんまり興味がなくて、うん、だけどなんかおかしいよなってなって、うん、最近その3年間ぐらいなんかすごい税金、うん、コロナだ、税金取られてるけど、うん、ワクチンにめっちゃ使われてるし、うん、病院にめっちゃ払ってるし、うん、みたいな感じで、その税金の額を見てちょっとあーってなりますよね、やっぱり、うん、生活する上で。なのでおかしいなって思ってたんです、うん、それまさにもう参政党じゃないですか？いや、そうなんです。いや、党員じゃないですか入らない理由が分かんないっていうねそしてまた別の件で自分自身で体をちょっとなんていうんですか、ちょっとストイックにやってみようかなってやりだした時に食のことを考え始めて、そのタイミングで言われたんです。お、実は出るんだけど、賛成党でみたいな感じ。それがいつぐらいですか？それが年末。あ、年末がまだ立候補を表明してない時、まあ、決まる決まらないぐらいの時の、なんか、あ、違う、1月の食のミーティングみたいな、うん、タウンミーティングか、タウンミーティングに誘われて行って。あ、なるほどね。で、参政党にちょっと携わってみてどうですか、メンバーの雰囲気は？あ、すごくいい人たちです。すごくいい人たち、うん、すごくいい人たちです。お、辻立ちもさせていただいて、とても楽しかったです。遠いんじゃないけどめっちゃ頑張ってるんです。多分ね、多分こういうタイプが今度の来年の市議選とかこう出てくるんでしょうねまあまあ、それは当然そこを見据えた上での。いやいやいや、やっぱちょっと興味出てきましたでしょ？いや、
顔も出てる。あ、今出てるね。完全に出てるね。出てないです。いや、頼もしいですね。こうやって選挙に一緒に戦った人たちが、じゃあ私もちょっと市議選出るわとか。そうなんですよ。やっぱりね、自分が先頭を切ってとにかく引っ張っていかないといけないので、いろんな方を。なるほど。第1号。じゃあ、あのお名前をいただいて終わりましょうか。はい。はい。吉田あさみです。吉田あさみ、吉田兄弟？と思います？似てます？え、兄弟、本当に？似てます。あ、もしかして本当？いや、義理の兄弟。違います。あ、義理の兄弟？血縁関係はない。弟の嫁です。あ、そうなんだ。なるほどね、びっくりした、そういうオチかと思ったらまあでもそういうオチだね。まあまあまあ、近い近い。なるほど、よかった。じゃあ義理の兄弟で鹿児島で地方議員をするっていうのもあるかもしれないですね。そのためにはまず兄貴に通ってもらわないといけないと。そうですね、大丈夫と思いますよ。いやいやいや、厳しい。私も思ってます。思ってますっていうか、通ります。通りますよね。通ります。そうです。まだまだ本当に今党役ラインを争ってるわけですよ。厳しい。そうらしいですよ。なんかね、政治出る人にあの楽勝ですよねって言ったら一番嫌がる。 それで票が逃げるみたいな。厳しいって言わないといけないらしい。挨拶で回って9割以上賛成と知らないって言うんですよ。厳しい。もうちょっと上野さんがチャンネル登録者数増やして、そう、PR してください。それ動画の許可をもうちょっとやば規制緩和してもらえない。ちょっと、まあ、1万人超えたらじゃないですか。なるほどね。僕もね、嫌われるなんか要素は思い浮かばないんだけど。なんですね。はい、ありがとうございます。はい。